行われました。レースは正常に行われました。1着立花中学校、1着立花中学校、タイム5分12秒77、5分12秒77。2着深堀中学校、2着深堀中学校、タイム5分16秒47、5分16秒47。3着氷見中学校、3着氷見中学校、タイム5分26秒58、5分26秒58。4着高柳中学校、4着高柳中学校、タイム5分27秒82、5分27秒82。5着西泊中学校、5着西泊中学校、タイム5分34秒05、5分34秒05。6着は小江原中学校、6着小江原中学校、タイム5分37秒72、5分37秒72。以上の結果となりました。決めこの優勝を願って、優勝立花中学校、準優勝深堀中学校、そして三着の氷見中学校、それぞれ着順旗を本部席前までお願いいたします。取りに来てください。着順旗をお渡しいたします。中学校対抗レース決勝入賞チームの皆様には着順旗をお渡ししております。優勝の立花中学校の皆さん、お急ぎ着順旗を取りに来てください。中学校決勝優勝の立花中学校、準優勝深堀中学校、そして3位の氷見中学校チームの皆様には着順旗をお渡ししております。敬老制に乗ったまま着順旗の受け取りをお願いいたします。決勝戦優勝は立花中学校でした。
ぞれの店舗前までお車をお願いいたします。中学校対抗レース決勝戦第3位は君津中学校です。第3位は氷見中学校の皆さんでした。おめでとうございます。